ショールームの自動ドアが壊れてしまいまして、自動ドアを手動にするという工事を行います。こんな感じです。見積もりを取ったんですが、ちょっとかなり値段が高いので、手動にすることにしました。小売りじゃないので、そんなにお客さんも頻繁に訪れるわけではありませんので、それでいいかなと思います。こんな感じですね。で、ハンドルがこちらです。これをつけます。ネットで買いました。こんな感じでつくことになります。